やバイオレンスプリンセスねバッチリだったね。もう最初から最後まで私の思う通りに全然最初から最後までバッチリではない。全部そこは言っとくけど全然違う。全然思う通りに言ってくれて邪魔ばっかりされたんですけど、まあ最終的にはまあ勝ったんで全てよしだし。でもさなんか何年ぶりって言ってた ？6 年ぶり。6年ぶりとか言って入場曲とかでも全然ピンとこないし。でもね、あれ本当？私もね記憶ないけど、でもこのバイオレンスプリンセスっていうタッグ名も入場曲もなんか私は考えたみたいで、ね、私のおかげでやっぱり今日がある。違う。今がある。いやでもまあ勝ったのは私があるっていう。まあね私がいなければこのタッグチームが上に行くっていうことはないと思うので。私がいるから。まあトーナメント勝つのはまあ優勝は当然として。見えました。はい年末きっちりタッグのベルトも取ってね2冠になりたいと思います。この2冠っていうのも私のおかげで、この2冠のチャンスを何をしたの？とにかくもううるさいんだよ。とにかくシングルもタックルも私タックルじゃないタックもシングルもタックもきっちり取って、そしてその暁にはまず中森花子にリベンジしないと気が収まらないんで、まあ12月29日私3試合でもいいんで。まあシングル取ってタックル取ってでね最後ね中森からきっちり1本取り返して今年終わりたいと思います。よろしくお願いします。